おはようございます。サムちゃんもいます。お父さんは今ゴロゴロしながらプロレス見てます。サムちゃんすごいね、すごいね、飛ぶね。もう一回やって、見してママにお願いします。おすごいすごいすごい、おー見える見える、すごいな。サムちゃんジャンプ強いね。お父さんおはようして、お父さんを来てくださいしてくださいね。みんなお父さん待ってんだもんね。ハニ君今日も見事なアンモナイトになってますけど、おはようございます。必ず起きてくれますね。おはようしてくれる。おはよう、いいよねねしててね。見てますけど、そこから同じことすんだよね。ただいま1時半過ぎです。お家出ました。これから車にガソリン入れて、まあ、できれば洗車機通してアウトレットに向かおうと思います。結局あれでしょ、野球のチケットはあんまり安くならなかったでしょ、らしいので行ってきます。着きました。1時間ぐらいかなと思うんですけれども、新しくできたねパーキングに停めたかったんだって。お父さん両方から出れるのかな。行きましょう。うろうろしておりますが、これトミーでお父さんに父の日のプレゼントでポロシャツを買って差し上げました。オレンジのポロシャツ欲しいってずっと言ってたから、今年の父の日はこれでおしまい。車戻ってきました。一周してお父さんのポロシャツだけが出てきた。なかなかいいのなかったねお父さんね。ねえ、まあ5時なんだけど、ちょっとフードコートで何か食べようかって話だったんですけど、私あんまりお腹空いてなくって、お父さんお腹減ったって言ってたんだけど、とりあえずねまあいっかってことになりましたので、でももう5時だからね、アーリーディナーして帰りましょうっていうことになりまして、まあどこか寄っていこうと思っております。コスコ行きたかったんだけど、もうちょっと時間的に難しいので、トレーダージョーズだけね寄りたいなと思っております。スンドゥブ食べようってことになって、スンドゥブ屋さんに来ました。いい匂い、お腹すいた。席ついてます。でもおかずが来たからお父さんバクバク食べておりますね。お腹すいてるからね。でもスンドゥブ早いからいいよね。ご飯も来てるし、まあちょこちょこと食べてきましょう。スンドゥブ来た。私のはいろいろ入ってるやつ、オイスターとクラムとシュリンプとビーフかな。お父さんはコンボにしたのでポークにして、このあとねカルビが来るんだよね。すごい食べてますね。お腹空いてんだね。ひた骨付きカルビお父さんにちょっともらおうと思います。食べてきました。お腹いっぱい。なんかお父さん途中から放心状態でさ、お腹がいっぱいなのと辛いのでもうすごかった。いつもに増してなんか夢見てるみたいな感じでねえちょっとね近くのモールに寄ってみました。前ねここ入らないかっていう話があって、なんか見学に来たんだけどね、入らなかったんだけど、どんな様子になってるかっていうのね出来上がった後見たいっていうから行ってきましょう。ゴンチャ買った。お父さんウーロンのプリン、私今日ストロベリーミルクティーにボバれたんだけど、めっちゃ甘い、いちごミルク。車戻ってきました。ということでですね、今度こそ帰ろうと思います。途中でどっか本当にトレーダージョーズだけは寄ろうね。お父さんね、ちっちゃいのなんかいろんなことが気になりすぎちゃって、言いたいことがいっぱいあって、もうなんかよくわかんない単語いっぱいあって、なんで反対来ちゃうの。左に行けたらしい。もうね、いつもこんなです、うちのお父さんね。とりあえず帰りましょう。わけわからん行動になっとるからやろ。違うよ、見てないからじゃね、しょうがないですね、うん、お家帰ってきました。サニ君もみんな伸びてますけど、お父さん今もうトイレ行ったんだけど、トレーダージョーズでトマトとマッシュルームと芽キャベツと、うちのものもあとこのスパークリングウォーターを3本ですね。そしてお父さん日本に持ってくお土産ってか、まあ実家だけなのでワンちゃんたちのおやつと、このお父さんの妹がこれがすごい好きなのね、だから2パックと、お母さんに頼まれていたカシューナッツとレーズンと、あとこれもカシューなんだけど、セサミハニーカシューね。これも美味しそうじゃんって言って買ってて、私前からこれ食べたかったので、うちの分のお父さん買っ
ってくれたので。ということで、以上になります。それからね、途中で寄ったモールで、ベーカリーがあったんだけど、なんかちょっと試しに買ってみようかっていうことで、これなんだけど、ハニーウォルナットトーストかなっていうのと、なんだろうこれ。なんか生えてるやつだと思うんだけど、お父さんの好きそうな、甘そうなパンですね、を買ったので、まあ後でお茶でも入れて食べようかなと思っております。ということで、まずこの子たちご飯してからお散歩に行こうかなと思ってます。今日買ってあげたポロシャツお父さん早速着てるけどどうなの？フィット感が違う。でこうやって見てる分にはいいでしょ。うん、ここがあータイトなんだ。こういう短いの？短いんじゃない？袖短くない？ここが、うん、脇毛はみ出ます。生えてないでしょ。これだから 100% こうやったらお腹が出る。あーそこが短いんだ。そうなんだ。右捨てのおじさんのポロシャツ、うん、確かにここの長さが違う。全然違うね。違うね。半分ぐらいだね。これ何？どういうこと？こういう風に着るの、うん、そうだよ。いいんじゃないの？ なんであの日本人勤務の人こうやって着る人多い？そんなことない人今いないでしょ。そんなこうやって着る人多い？いないよ。あゆみちゃんよかったね。オレンジ欲しかったんでしょ。オレンジ。あ残した。こらだこ食べなさい。お薬、最近お薬を食べないのね。あでも私ちゃんと食べなって言ったら食べるから。食べなさい。お父さん舐められてる。食べなさい。お口入れてあげて。食べなさい。カリ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 って食べるよ。もうグニョグニョだよ、こんな感じだから。ギュッとお口の中入れて閉じる。グッと奥入れてんって閉じる。だベロが出てきちゃうから。お父さん下手だな。だから閉じるの。お口をギュッと。おい、食べなさい。出さないように飲むようにグッと閉じる。ごくんした？食べた？うん、食べたね。バレちゃったんじゃないの？お薬美味しくないかもっていうこと。バレた。やっと気づいたの？ポミ。じゃあお散歩行こうね。それではお散歩行ってこようと思います。まあもう遅いんだけどね。レイクの方まで行こうかって言ってるので、今日いっぱい食べたしね。すごいお腹がいっぱいらしいのでね、こういう時にゴロゴロしちゃうから動きましょうっていうことで行ってきます。ちょっとそこで立って、ここで可愛くして、ほらみんなで可愛い顔して。はい、いいんじゃない。で、お父さんサムちゃん隠してる。こっち向いて、ポミちゃん。全然ダメなの、自由人すぎるわ。お父さん何かあるとさ、ドタドタってしてさ、サムちゃんのこと怖がらせてさ、こうなんか近寄らせないようにしたりさ、遠くに行かないようにしたりするんだよ。かわいそうに。匂い嗅ぎたいんだよね。結構遅くまでいるよ、いつも。パーティーしてるよ。だってここでウェディングパーティーとかもするじゃん。お家帰ってきました。この後ね、ポミボール遊びしたいのかな。ゴミ捨てしてね、それからちょっとお茶でもしてゆっくりしてからお風呂入ろうと思ってます。お父さん仕事してるんですか？うん、いろいろ、うん、これを食べるというので、お父さん多分これすごい食べたいのね。なのでまあ半分こうしていこうと思います。なんかそれコーヒーの匂いしたけど、コーヒー味する？うん、こっちも食べかけで申し訳ないですけど、美味しいです。美味しいパンね。ちょっと高かったんだけどね。美味しかった、美味しかった。でにグイシュミ、今ポミこっち移動したけど、ここで寝てたんだけどね。そこで2人で目合わせてにゃおーとか言ってたけど、何ご挨拶したの？ポミくんに。タニクとポミくん仲良しなんだよね、本当に。タムちゃんいるからやめなさいって言ってポミが怒るんだけどね。揉め事嫌いなんだよね、ポミくんね。でもタニくんは大好きなんだよね、にゃおいどんとかわーってするのね。中央兄貴だからね。タニくん今日もおるしゅもありがとね。今日は暑くなかった？お家の中大丈夫だった？エアコンついた？ちゃんとエアコンつくように設定してるんだけど、お家の中もわっとしてるんだよね。帰ってくるともうちょっと温度下げてあげないとダメかな。誰もいない時はね。暑いとポミ
くんもあちょいあちょいになるからね。タムちゃんはちょうどいいみたいだけど。でママ聞いちゃったけど、そういえばサニくん、お父さんサニくんにだけお土産買ってくるねって言ってたじゃん。チュール、ポメちゃんとタムちゃんはいっぱいあるから、サニくんだけだからねって。いいねサニくんね、楽しみだね新しいチュールね。お父さんよろしくねって、いってらっしゃいってお見送りしないとね。その間またタニくんがね、リーダーだからよろしくお願いしますね。タニくん今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやちゅみおやちゅみおやちゅみ、タニくんくっぽい、おやちゅみくっぽい。ちゅみ引っかかってますけど、ここおやちゅみ、ポミコイエシュミ、ん？移動したの？ん？ちょっと興奮してますけど。何？これか。うん、これはまあもしてたからか。ポミ大丈夫？暑くない？お家の中ちょっと暑い？大丈夫？夜は涼しいよね。ママたちがねんねするまでね、窓開けといたら涼しいね。今日も留守番ありがとうね、ポミ。ちょっとボール遊びしたかったなって感じだったけど、ポミちゃん。お散歩行って超ご機嫌しゃんだってじゃん、ポミは。お家帰ってきてからもニコニコしゃんで、楽しかったよってお父さんに言ってたね。お父さんと行きたかったんだよね、お散歩ね、ポミね。ちょっとお父さんのこと待ってるんだもんね、帰ってくるのね。お散歩行こうねってね。お父さん早く帰ってきてね、お散歩行ける日があるといいんだけどね。最近ね、帰ってくるのね、どうしても遅いからね。歩き歩きのお散歩好きなんだよね、ポミね。ボール遊びも大好きだけどね、冒険なんだよね。興奮してんの？これ取らない、ママは。またお父さんとね、みんなでね、歩き歩きお散歩行きましょうね。ねぽみと今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。ぽみくくっぽーい。おやーちゅみくっぽい。おやーちゅみ。サムちゃんおやすみ。サムちゃんここでまんまるしゃになってるんだよね。ポミくんの毛がすごいね。ポミくんめっちゃ抜けるね今ね。サムちゃんも抜けるんだけどね、短いジュンジュンの毛がいっぱいそこら中くっついてるんですよ。今日ね、夕方掃除機かけらんなかったからね、そこら中毛まみれでしゅね。なんで急に遊びモード入ったのよ。まあいっか。でもじゃあ今日ルシュバンありがとうね。ルシュバンなら何してんの？ねんねしてんの？そうなの？タムちゃんもねんね狩猟になったね。ベビーの頃全然ねんねしなかったけど、少しずつ大人になって決まったね。タムちゃん今日も田んぼどうだった？お父さんと、お父さんにそっち行っちゃダメよ、あっち行っちゃダメよってめめって言われてたけど、タムちゃん匂い嗅ぎたいんだよね。いろんなとこ匂い嗅ぎたいんだもんね。お父さんちょっと待ってねってママお願いしてなるからね。タムちゃんのペースがあるんですって。ねんねしく眠いのか。じゃあまたお父さんにね、お散歩連れてってねってお願いしとくからね、タムちゃん。一緒に連れてってもらいましょうね。タムちゃんお父さん大好きだね。今日そういえばお父さんにタムちゃんにそっくりな子見つけてたけど、これタムちゃんの兄弟かなって言ってたけど、そうなのかな、どう思う？どう思う？うん、まあしょうがないよママは。オッケー、ごめんごめん。もう眠んだよね。じゃあねんねしよう。タムちゃん今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。いやー、おやちゅみ、おやちゅみ、タムちゃんくベイビー、おやちゅみくベイビー、おやちゅみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま1時になります。お父さんはもう寝てます。パン食べた後、おのおのね、自分のね仕事をしてて、お父さんね先にお風呂入ってベッドでゴロゴロしてて、今日ねずっとね首痛い首痛いって言ってて、私ね気づいたんだけど、どっか泊まりに行った後必ず首痛いって言うから、枕だと思うんだけど、枕が合わなくて首が痛くなるんじゃないかなと思うんだけど、だからもう車でね移動するときはもうね、次からね枕持っていきなって言ったんだけど、私も自分のやってたこと切りよくなってから、お風呂入る前にお父さんのね首マッサージして、でお風呂入って、でお風呂出てきた後もまだ痛くて寝れないとか言いながら、もう一回首マッサージして、今日は痛くて寝れないなとか言ってたんだけど、寝ましたね。まあね、10年以上一緒にいるけど、どっかが痛くて寝れないっていうことは今まで一度もなかったから、絶対に寝れるから大丈夫だから寝なって言って、うん、そしたらねおとなしくなりましたね。今日ね野球のチケットもね、あんまりいい感じに値下げされなかったみたいなので、アウトレット行ったんですけど、お父さんねビジネスバッグね
探してたんだけど、いろいろね回ってみたけどあんまりしっくりくるものがなくて、どのぐらい前かな、バックパックでねビジネスシーンに使えるものは買ったんだけど、それなんか出張行ったりとかするときに使ってて、普段から使えばいいじゃんって昨日言ったんだけどね、今使ってるものは手提げタイプなんだけど肩掛けにもなるってやつね。お父さん帰ってきてダイニングテーブルのところに置いとくんだけど、サニー君がね爪研ぎしちゃうのよ。そこ置いとかない方がいいよっていつも言うんだけど、どっかにねしまったらねめんどくさいみたいなこと言ってて、なんでねちょっと爪痕がね結構ついて、なので私はねもうお父さんのビジネスバッグは消耗品だと思ってて、なので今日ねその手持ちのタイプのものを探してたんだけど、結局ねいいデザインだなって思うものはバックパックのものが多くって、手提げのものでいいものがね見つからなかったので購入しなかったんですけど、そういえばね今思い出したんだけど、前回日本帰った時にお母さんからお父さんが使わなかったねビジネスバッグいただいて帰ってきたので、それがあるじゃんって思ってるんだけど、確かハンティングバルとかなんかのやつだった気がするんだけど、それねお父さんのクローゼット入ってると思うので、明日ねお父さんに あれあるじゃんっていうね話しておきましょう。次のね日曜日だよね、父の日なので、私も母の日にいろいろお父さんに買ってもらったねいただいたのでね、お父さん仕事に行っている間にね何か探しに行こうと思っていたんですけど、今日ねちょうどよくね気に入ったポロシャツ見つけまして、お父さんのね応援しているねテネシー大学のアメフトかなのチームカラーがねオレンジなんですよ。そのパキッとしたねオレンジ、みかんみたいな色のオレンジかな、よく帽子かぶってると思うんだけど今日も帽子かぶってたけど、あのオレンジのポロシャツが欲しかったのね。まあいいのあるじゃんって言ってねお父さんにね見せたらね、それがいいって言ってたので、じゃあそれ私が父の日のプレゼントで買うよって言ったら本当にって言ってたから、いいよいいよって。まあね探しに行くのも楽しいんだけど、お父さんこういうの欲しがってるんだなっていうのを考えながらさ、それでいろいろ巡ってねこれだっていうものを見つけるのもねすごい楽しいんだけど、まあでもほんとちょうど良かったなと思って、私にとってはねすごくいいお買い物ができたなと思っております。明日は月曜日ですのでビログお休みさせていただこうと思っております。先週ですねまたもやカラーポップ購入品のビデオを撮りましたので、そちらスケジューリング組んであります。ご興味のある方よろしければご覧ください。ということでですね、今日はですねアウトレット行ってねよく歩いたし、夜のお散歩にも行ってねよく歩いたので、今日はこの辺りで終わりにして休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。